俺の区間は AWM。はい、どうも、それです。今回はですね、まあ、今日始まったイベントがいくつかありますので、それについて解説していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まずイベントのところにですね、まあ今日朝に動画上げました、ピザハットのやつですね。それがまあ始まっているっていう意味になってます。まあツイッターの方にツイートシェアすることによって、100円分の割引券の方がもらえますよっていう風になってますね。はい。まあ100円だったら、まあ元々のね、これマイボックスってやつが1080円なんで、まあ、100円の割引っていうのも、まあこれ意外とでかいんですよね。こっからまあ 50% オフとかは、まあピザはならないんで、うん、まあそんな感じっていう具合ですね。これマイボックスってやつは、まあ、普通に1080円と1280円のメニューがあって、まあ一緒にそのコアコードのアイテムコードがついてくるっていう、まあそんな感じになってますね。まあこれはもう僕注文してるんで、ピザの方を。まあ実際その注文したピザをまあ見せながら後で出していこうと思います。で、そしてもう一つですね、まあイベントの方が始まっております。それがまあこちらのイベントの方ですね、前にありましたあのスイッチのまあパッケージがあったじゃないですか、栄光勲章とか結構いろいろもらえるような限定のスキンとかやつ、まあそれのね、キャンペーンっていうのが始まっているっていう風になってますね。一応イベント参加してみましょうか。ここから参加して、まあ、ゲームダウンロードしてますからね。事前予約、フレンド招待、あ、まあ招待数に応じてまあいろいろ栄光勲章のかけらがもらえるみたいな、そんな感じのイベントっぽいですね。事前予約って何？ LINE 連携。これ事前予約して、まあ自分のキャラクターの方を設定しといて、これどうなるの？栄光勲章のかけらもらえるんだ。へえ、これいいじゃん。まあ、フレンドにシェアすればもらえるその栄光勲章のかけらも増えていくみたいな、そんな感じなんですね。まあないよりは一応皆さんしといた方がいいんじゃないですか。まあ僕はさすがにまあ栄光勲章のかけらのためにシェアするのはちょっとなんか正直まあめんどくさいんで、まあ別に宣伝もいいかなっていうそんな感じですけどね。はい。まあ DL 特典とかも見てるようになってますね。まああれですよね。前自分が出しました81のスキンの方ですね。2つと副スキンが入っているっていう風になってますね。一応まあ特典とかもここに書いているっていう風になってますね。まあプレミアム買った方が値段は高いですけれど、特典は多いですよっていう感じになってる具合ですね。こんな違いがあるっていうですね。はい。具合になってます。栄光勲章20個なんだ。プレミアムやったら。15個やからね。差は2400円分ぐらい余分についてるんだ、プレミアムの方が。で、値段の差も2400円ぐらいか。一応普通にプレミアム買った方がいいやんな。こっちでいいやん。どうせまあこっち買うぐらいだったら、まあね、その後栄光勲章のガチャの方、栄光物資の方に課金するって予定があるんやったら、それでいいっすよね。うん。で、こんな感じで、まあ武器スキンとかも見ることができますよっていう、服スキンとかも見ることができますよっていう風になってますね。まあこんなもんだろうっていうまあそんな感じの見た目のスキンっすよね。うん、悪くない。まあ興味ある人とかは買ってみるといいのではないでしょうか。 OK です。届いたんで開けてみようと思います。こんな感じっすよ。ちょっとね、受け取るとき恥ずかしかった。だって荒野行動こいつやってんだみたいな感じで思われるわけじゃないですか。めっちゃ嫌だった。でもこれいいっすね。すごいこだわったパッケージしてる。で、なんかアイテムコードがついてるらしいんですけど、レシートにはコードはないんですよね。中にあるんかな。なんかウェブ応募券みたいなあるみたいななってましたけど、え、こんな感じなんだ。ピザは、ピザこんな感じだけど、どこにコードがあるのこれ。どこについてる。え、どこにコードがあるのこれ。機械コード。一応これあれみたいですね。機械コードの方は、その、ピザハットの会員登録をするじゃないですか。で、会員登録をして、メールアドレスを登録するんですけど、そのメールアドレスの方に、まあ、こうやって注文した後、1週間後、届くっていう風になってますね。で、もらえる内容は、栄光勲章がもらえるっていう風になってます。栄光勲章か。でもピザ買うついでにね、割引で買えますし、まあ、量的に言ってもね、ちょうどいいぐらいの、僕の手がこれぐらいなんで、ほんとちょうどいいぐらいのサイズっすよね。いや、マジで。ほんと。が、まずチキンから食っちゃダメだ。ピザなのに。ね、あっちー。熱すぎる。めっちゃ熱い。いただきます。うま。めっちゃうまい。まあ、こんな感じで、ピザのついでにエコーコンションもらえるんだったら、いいんじゃないですかね。いや、マジ最高にうまかった。ね、
通にね、サイズ的にね、ちょうどいいんですよ。ピザってでかいやつ頼みたくなるじゃないですか。でも頼んだ後後悔するんですよ。多すぎて。いや、これ、でかすぎるってなるんですけれど、もうちょうどいい。昼飯にちょうどいいサイズやったですね。もう最高のサイズのピザで。はい。まあ、なんか、昼飯思いついてない人とかはいいんじゃないですか。うん。なんかこれ案件みたいなコメントだな。はい。というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。4周年ガチャ、1日1回の割引で引いていった方がいいですよね、と。あ、そうですね。まあ、僕実況者から1日で全部引き切っちゃいますけれど。まあ、1日10連ずつ割引分だけ消費して、まあ、それで引いていくのが、まあ、一番賢いのかもしれませんね。そう考えたら、試行回数も4周年ガチャって結構稼げますよね。うん。ブレージで言うと、10連で950金券ぐらいになると思うんで、そう考えたら、まあ、結構確率とか割といいのかもしれませんね。はい。去年とかはね、金額の確率低かったんで、まあ、そこはどうなんだろうとは思ったんですけれど、まあ、今年は 3% ありますから、まあ、結構出てますもんね。シェアカードも結構出ますし、割と優秀、まあ、割と優秀なガチャかなっていう、そんな感じの内容っすよね。1日10連ずつ引いて、プラスその還元もありますからね。還元は今日で終わっちゃいますけれど、そういう風に考えたら割引使っていくのは、かなりま、その試行回数稼げるお得な方法だったのかなという風に思いましたね。まあ、ただ内容が正直ですね、微妙だったかなっていう。当たりと言えるアイテムっていうのが、枠の割には少なかったかなっていうのはあるんで。まあまあ、その、悪くはない。中の上ぐらいですかね。で、次ですね。キムチ納豆パスタうまいよ。臭いけれどと。まあ、納豆系の食い物って美味しいですけどね。納豆入れたら絶対美味しくなっちゃうんで、僕の中ではチートなんですよね。チート行為はしたくないじゃないですか。うまいですけどね。まあ、その、キムチ納豆パスタ作るんだったら多分ね、納豆に火通すことはないと思いますけれど、皆さんその納豆炒めたことってあります？絶対やったらいけないですよ。めっちゃ臭い。その出る煙が半端ないぐらい臭いね。僕のその今まで炒めてきた中でやばい煙を出す食べ物第3位の臭さやったっすね。まあ、じゃあ第2位の臭さは何やったかっていうと、第2位のやばさは何やったかっていうと、唐辛子っすね。唐辛子のあの一味とかあるじゃないですか。一味とかってそのいろいろ料理する前に一回その油に入れて匂いつける時っていうのがあるんですけれど、間違えてその強火にしてしまって思いっきりその焦げ焦げにしてしまった時に出る煙やばいっす。本当に。バイオテロだもんね。喘息になるもん、あれ。うん。本当にやばいです。第1位は、畜炭ですね。畜炭はやばいですね。冷蔵庫を消臭するために僕、畜炭使ってるんですけれど、畜炭って、自分のその炭の中に匂いをですね、くっつけて、炭と匂いが結合して匂いを取ってくれるっていう、まあそういう働きなんですよね。で、畜炭って、まあその、火入れをすることによって、その匂いを出して、またその再利用できるっていう、その結合した分子同士っていうのを外すことができるんですけれど、その時の煙っていうのは、今までその、散々吸収してきた、まあ冷蔵庫の匂いっていうのを全部出すんですよ。やばいっす。まあ、圧倒的1位。うん。臭すぎるもん。もう一回やってみてください。その冷蔵庫の中に1週間ぐらい畜炭入れといて、それを炒める。てかまあね、家の中じゃやったらダメっすね。絶対家の中じゃしたらいけんっす。外でやってください。で、次ですね。僕的には、電動セダンのキーランクの設定についてどう思いますかと、豪華限定版狙う人が減りそうだと思うんですが、と。まあ、結局、豪華限定版っていう存在と、電動のセダンスキンっていう存在は、変わんないと思うんですよね。出し方が変わんない。どっちもその、運営のそのさじ加減でアップデートで追加していくみたいな、まあ、そんな感じの存在じゃないですか。まあ、電動の車っていうのも、まあ、今後もそのバリエーションが増えていくっていう、増えるたびにその今まであったやつの1個上の等級になるってことは、まあ、その豪華限定版とは変わらないと思いますし、豪華限定版よりもやってることは同じやけれど、まあ、一つですね、まあ、デメリットっていうのを減らすことができるんですよ。まあ、それが何かっていうと、豪華限定版って性能のいい車と性能の良くないもの、まあ、望まれていないものっていう、その2つのパターンがあったと思いますよね。マクラーレンを連発する豪華限定版でってことはまあできなかったわけですよ。今までやったらですけれど、電動の場合っていうのは、いくらでもですね、性能のいい車も新しく作って、それを電動の車にすることができるっていう。まあ、仮にその毎月追加していくっていう体にしても、ずっとですね、性能のいいものを出し続けることが、電動の車の方に関しましては、できるっていう風になってますんで、まあ、運営の目線で見ると、そっちの方が、ま、管理しやすいから、いいのかなっていう。やることはどっちにしろ変わらないですからね。うん。まあ、豪華限定版から電動の方に、まあ、その、もの、環境っていうのが動いただけで、まあ、結局することは、高野行動運営からしたら、まあ、あまり変わらないのかなっていう風に思いますね。